サイクロンハロルドは2020年4月1日に発生したサイクロン。サイクロンハロルドの進路2020年4月1日、オーストラリア気象局は熱帯上乱 12U がパプアニューギニアのポートモレスビーの北 825km で熱帯低気圧へと発達していることを報告した。6日にはバヌーアツに上陸し、その後フィジーとトンガを襲った。数十人が死亡し、 多くの人が家を失った。人口29万人のうち15万9000人が、被災、住宅1万6000戸が損壊し、学校の半数が被害を受けた。シグニフィカントトロピカル、ウェザーアドバイザリーフォーザウエスタンサウスパシフィック、オーシャンズエプリル1、2020-06Z、ユナイテッドステーツ。 ジョイント台風ウーンボーニングセンター、https://www.metoc.neb.mil/.jtwc/.products/.abpwweb.txt <ッ>サイクロン直撃ウイルス対策混乱に太平洋諸国で感染リスク高まる BBC ニュース2021年1月24日閲覧 サイクロン直撃コロナ追い打ち島国に届かぬ支援の手朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル2021年1月24日閲覧ありがとうございます